3、はい、カフェチセからお届け札幌ジーンズ館ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは ISA 一級スクラップブッキングエグゼクティブインストラクターの三上涼子さんです。三上涼子です。はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。エグゼクティブインストラクターの三上さんですそしてオープニングはまたカフェチセさん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございますなんか定例化してきましたもう来るたびにこう違うところでカメラをセットさせていただいてね、また全然違う雰囲気のいろんな席があるんです。今日はソファー席ですね。ここからお送りしていきたいと思います。さあ、カフェチセさんにも、いろいろご自分の作品を商品として置いてるんですもんね。はい、はい、ということで今日はカフェチセさんからお送りしていきたいと思います。このスクラップブッキングって何さというところも含めて3つのキーワードで伺ってまいります。今日の3つのキーワード、こちらになります。じゃーん人じゃなくてもペットでも料理でも子どもの服や雑貨を作ってネットショップで販売、札幌のママさんに広めていきたい。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります、はい、さあ、この私ね、スクラップブッキングっていうのをね初めて聞きまして、この間、はい、千世さんに来た時に、はい、でどういうものかというところを今日は三上さんにたっぷり伺っていきたいと思います、見せてもらうのがやっぱ早いですね。はい、はい、そうですね、はい、じゃあ見せていただきましょう。例えばどういう感じになりますか。はい、うん、例えば、はい、こちら、はい、じゃーん、じゃん、おお、華やかですね。やっぱりこれお嬢さんですか。はい、そうです。かわいいですね、はい、これ、まあ、12インチ作品っていうんですけども、うんうん、ペーパーに、あとこれあのパンチなんです、うんうん、ボーダーパンチっていうんですけど、パンチで抜いたり、これレースじゃないの、パンチで抜いてるの。違うんです。あ、そうなんですか。無地の専用の用紙で、はい、あのパンチを抜いたり、はい、いろんなお花をつけたり、はい、ところどころパールなんかをつけて、可愛いですね。パールなんかをつけて、はい、またちょっと同じサイズのものですけれども、はい、こうするとまたぐっと雰囲気が違いますね。そうですね、ちょっと、うん、大人っぽいような感じなんです。飾る場所とか、あの送る人とかに合わせてどんどんこうイメージを変えていけると、はい、まあ、このタイプのものもそうなんですけど、私面白いなと思ったのがこういうこうアルバム系のものです素敵ですね、これね。人にプレゼントするのにもすごい喜ばれそうと思って、はい、よくあのこの頃写真屋さんでアルバムのね、はい、何だっけ、フォトブック、はい、フォトブックっていうの流行ってますけれども、この手作り感たるやすごいですね。そうですね、自分で作れちゃうんですね、フォトブック。なんでしょう、贈り物としても喜ばれてしまうんですけども、はい、自分で作っても、うん、なんでしょう、自分で作ったものって大切にするじゃないですか。そうですね、うん、ぜひね、撮った写真をこうパソコンの中にしまったまんまではなくって、うん、はい、こういう形にして思い出を残していただきたいなと思います、うん、そうですね。こういうのとかってなんか小物は市販であるんですか、売ってるの。そうですね、市販でもあるんですけども、はい、あのこれはもうそういう専用の機械、型があって、専用の機械で型を抜いて、はい、型を抜いていくっていう、はい、髪を抜いていくっていうんでしょうかね、うん、こういうのとか、あと本当にこうこれからの卒業シーズンとかぴったりじゃないですかね。こういうフォトブックもかわいい、ね、ちょっとはあえてのアンティークな感じに、はい、インクでちょっと色付けをしたりしてます、うん、あね、はい、こういうあたりとかもこうちょっと凝ってますね。こういうものなんかも作られてるんだと思います。もう一つ、はい、こういうこう額縁も持ってきていただいたの、これになるともうかなり立体的な感じですよね。あ、そうですね、うん、これはやっぱり額に入れると雰囲気もぐっと変わって、はい、うん、本当に贈り物として、うん、これちょうど100日の写真なんですけども、あのおじいちゃんやおばあちゃんに、はい、プレゼントにすごい喜ばれたりね、はい、この立体的、この額縁の幅、ガラスからの奥、そうですね、1センチ弱ぐらいありますかね。そうですね、この奥行きを上手に使って額にしているんですが、この立体的なお花とかこういうものっていうのは売ってるの。
はい、売っているものもあるんですけども、はい、売っているものにさらに違う素材のものを重ねたり、うん、あとはあのインクでちょっとラメ感あるインクで塗ったり、はい、チップボードっていう厚紙みたいな、チップボードっていうんです、厚紙みたいな、うん、感じなんですけども、はい、それにこうちょっと専用の、うん、まあ、粉っていうかラメ入りの、うん、あ、キラキラの粉がついてます、キラキラしたりとか、はい、プレシャスな感じ、そうです、ね、私にとってはもう、ね、プレシャスそうなんです、そうなんですね、なるほど、はい、でこういうものはあの市販のものなんかも上手にアレンジしながら、まあ、ひと手間加えて色塗ったりこう、はい、あのキラキラの粉をつけたりしてひと手間加えて、こういう本当に完全に世界に一つだけの作品ですよね、はい、そうですね、うん、はい、こういうものを作っていくというものがスクラップブッキングと言うんですよ、はい、今日はこのスクラップブッキングの先生をお招きしているわけなんですけれども、はい、こういったね、千世さん含めですね、いろいろ教室もされているということなので、もともとなんでこういうことをするようになったのかというあたりを、では2つ目のキーワードで、はいはい、伺ってまいりますね。2つ目こちらになります、はい、じゃーん。